もしかしたらそこの中で育つかもしれん。チェレレレチェレレレ。待って、ドボママと私タケルちゃんです。今から宿題をねやっていきたいと思います。まずするのはタケルちゃんの宿題、朝顔を育てようです。え、テントウムシおった？テントウムシさんいました。あ、ちょっとだけオレンジっぽいな。朝顔っていうのはこういうねお花です。じゃあまずはそこ土があると思うので、土の袋をハサミで開けてこぼさないようにここに土をね植木鉢に入れてください。切れた？あ、切れたね。まあ、そこからじゃあそれをねここにね入れてください。植木鉢に上手にこぼさないようにね、こぼさないように。まず平らにしてください。平らにして指でね穴を開けないといけないんですね。土に指のこの一関節分ぐらい人差し指でこうブスッと、あの一個一個がこうちょっと遠くなるよ。1,2,3,4,5 とかって5個穴開けて、指の半分ぐらいまでで、いいよ。中までずし入れない。ほら、結構5個開けてよ。はい、じゃあその穴の中に種を1つずつ入れてください。5個な。チョコレートみたい。え、誰だかんで。あの中で朝顔が咲いたらどうするの？種を入れたら上から土を軽くかぶせてください。うん、ここからシャシャシャーっていう感じでこうやってかぶせていって。そうそうそう、上手上手上手。ギュッギュッと押さないように軽くかぶせてあげてください。次は元木をこの土の上に全体にバラバラバラーっとかぶせていきます。よし、僕が。いや、わ、たけるが。開けるだけ開けちゃって。そう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 、上手上手。全体に行き渡るよね。なんでさ、これって。全部使わんでも別にいいやろうけど。なんでさ、こんなの。え、栄養栄養、それが。朝顔さんの栄養になるから。OK かな？まだか。まだ？いいですか？オッケー。お水をねあげるんやけど、あんま近くでジャバってあげすぎたら、せっかくさ入れたさ種が掘り返されちゃう、出てきちゃうから、ほんの育ったへんから、ちょっと遠目でで押す。シャワーが、おお、そう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 、あら、優しくかかるように。はいはい、ああ、うん、溶けちゃった。オッケー、もういいかな。まあいいかな。念のためお水が切れないように水を入れたペットボトルもここに入れときました。この朝顔さんがこれからどんどん芽を出したりして育っていくから、それを観察して記録していくっていうのも宿題の一つだからね。頑張って育ててください。はい、お家の中戻ってきました。今からね宿題をね続きやっていきたいと思います。たけるちゃんはこれやな、さっきの朝顔のやつ。渡る子朝のドリルの2ページから48ページまで、次の学校までに全部しないといけないので、できるだけやっていかないとね。今日それだけにするんやったら10ページぐらいまで頑張ってください。ほんまやったらこれ2ページとか3ページとかして、他のプリントとかドリルとかをして1日の間にいろんな強化をするの。ひまわりポンプ嫌だ。でも渡るの場合それやったら集中力が切れてまうから、このドリルやったらこのドリルを一気にする、そういうのの方が絶対集中できるから、お母さんはそうした方がいいかなと思う。たけるちゃん今日は5月の8です。5月8って書いてください。
ち。違う、キューやん、それ。しかも書き方もおかしいし。今書いた時間計ります。え、お腹すいた。今食べたらあかん言われたやろ。たけゆちゃん、なんで食べれないかっていうと、いい人、ここのね、上の歯を今日抜きました。なので晩ご飯まで何も食べないでくださいって言われてます。無理です。たけゆちゃんはやっぱ前も言ったけど、噛み合わせが悪いので、大人の歯の位置を調節しないといけないので、早めにね、一本とりあえず抜きました。たけるちゃん、さっき種を植えましたね。朝顔、ひまわり、マリーゴールド、ホウセンカ、どれですか？朝顔。そう、朝顔の種を植えました。じゃあそれに丸してください。ここ朝顔の花を育てるので丸をつけてください。そう、わたるくんはこっちを見てないでやりましょう。あ、できた。丸です。それ U です。そう、ここに種の絵を描かなか。さっき残っとった種や。これをよく見て種の絵を描いてください。ここに。え、石やんけ。たら石ちゃう。それから朝顔が生まれてくるのね。食べたい。うん、違うやつ。ほんまに食べたい。全然食べたくない。お腹の中に朝顔が。でもニュースで一回タンポポの種が耳に入って、そこで口から入ったら胃で消化されるかもしれんけど、耳とか鼻とか他の穴から入ったら、もしかしたらそこの中で育つかもしれない。え、ちゃんとこれ見ながら書いた？書いた。まあ結果的にこれになるのはわかるで。でもさ、一切見ながら書いてなくない？何で書いてたら。ほんまに。待って、超仲良しの子で一緒に声入っとる。はい、次なんて書いてる。2番は、2番は誰？リバーク、リス。そう、リスさんを。リスって何やねん。リスさんって言うとこの子やろ。リスさんをリッパン。みんな丸で囲んでください。はい、じゃあ大きい方に丸をつけましょう。で、これを折って次多い方な、多い方に丸をつけましょう。はい、正解。じゃあたけちゃんはご飯まで休憩していいですよ。まあ、とりあえずここ書いてもて、ここはなぞってするだけやろ。お読みするか。お本の名前書いて。どうして春になると芽を出し成長していくのか調べてみましょう。発芽には水が必要かどうか確かめる方法を話し合おう。休憩を挟んで、この時間です。ホームワーク。ホームワーク。You got tired because of homework? Yes. Was it a lot of homeworks? So-so. How about this past few days, this vacation week, the golden week, what happened? Games. Play games? Play games. My teeth is gone. Here. Your teeth is gone? Yes, my here teeth is gone. Is that just one tooth or one? One, so it's a tooth that fell off. So your tooth is gone. Yes. Was it pulled out or it just fell off? Just one time. Takeru teeth gone today. Today gone. Takeru what? Sorry. Takeru teeth today gone. And with your sister. So Takeru left. Takeru teeth today gone. I thought Takeru. Hi Takeru. I missed you. I miss you too, boys. Oh, 3 years old. What happened to Takeru? Takeru. This teeth. Takeru. Here, Takeru is here, baby teeth. Here's baby teeth. And Takeru lost the tooth too? No. One. What happened? One. It's gone? Yes. Gone. What happened? What happened to his tooth? I don't know. How do you say hello in Japanese? Hello in Japanese. Ohayo. Konnichiwa. 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 Konnichiwa.
How about goodbye? Bye bye. What's Japanese for bye bye? Bye bye. Bye bye? Just bye bye in Japanese? Yes. Bye bye. How about thank you? Arigato. Arigato. Oh, and that's so cute. Hello, Karin. Oh, you look so cute together. You look so sweet. Is it a boy or a girl? Girl. A girl. Karin is a girl. She looks so sweet. Is she sweet? Yeah. Yes. Is she kind or is she naughty? Is she naughty? Candy! Oh, you also have a cat! Now, what's her name? Girl or boy? Candy! Girl! Candy! Girl. It's a girl! Candy is a girl! Oh, that is so cute! Oh, what's his name? Hamataro. Hamataro? Yeah. Oh, boy or girl? Boy. Oh, hello, Hamataro. Now you have a dog, you have a cat, and a hamster. Amy loves hamster too. Oh, that is awesome. Hello there. Oh, you're dancing now. You're dancing now. You love dancing. You love dancing too? I bet you do. Do you know that Amy dance? This one is in Fortnite. Fortnite. Ah, okay. Da-na-na. Oh, you're a good dancer. I can tell. Well, so sorry, Takeru. I have to say bye-bye for now. Okay? See you again, all right? I want to see you again. Smile. Bye-bye. はい、英語も終わってご飯も食べてね、休憩してたんですが、先生に新しくもらった宿題をね、スケジュール的にこう見てたらですね、今日、この漢字のやつを6ページまでやったんか。で、終わらしてたら、到底間に合わないことが発覚しました。なので、せめて10ページまで今日やってしまおうと。もうほんまに、スケジュール見たら、学校に行って、勉強して家帰ってきて宿題してっていうのに比べたら量は全然もちろん少ないんやけど、家でいつも学校で出てる宿題をする感覚でやってたんじゃ間に合わへん。全然最悪よ。最悪じゃない。まだ俺からは地獄が離れてなかった。1年生はね、復習がないから。でも5年生になると、やっぱ予習復習どっちも出てくるので。予習復習？ 4 年生で習ったやつ、プラス5年生で習うやつを勉強せないといけないやろ。でも、1年生はそれまでに習ってることってないわけよ。1年生が一番最初から。勉強に今から慣れていきましょうっていう時やからな。じゃあ今の俺は慣れそうっていう。そう、そらそう、4年間ずっとやってきたよ。5年目、はい、先生が作ってくれたスケジュールより早く終わらせれるように頑張ろうね。はい、どうも。先生の通りにやるのもいいけど、できひんかった日とか出てきて間に合わなくなるから。はい、銅像の像。うん、これは銅像の像。これはあのパオンの銅さんの像って書いてある。人物像、仏像、画像、あと映像とかの像。これはゾウさん。人弁がついてないだけだね。これゾウ、これゾウやろ、うん、なんでゾウさんの形みたいな、ゾウさんのこの形からなんかこの感じができて、だんだん変わっていってこの感じになった。ゾウさんたちの時代ってまだこういう字やったの？一緒の字や。最近や、お母さんは16歳16歳ちゃうかよ。16歳じゃなかったとしても一緒の感じや。そんな古ない。全国のお母さんお父さん怒りにくっつった。やっとやっとここまで来たぜ来たぜ来たぜ。あとは徳を間違えさえ せなければ。フン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 。はい、というわけでなんとか宿題できましたね。でもね、本当にたくさん宿題出てますので、これから毎日できれば朝から
やりましょうね。今日もよく頑張りました。この動画少しでもよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくです。 Twitter、Instagram、TikTok もフォローしてください。バイバーイ。バイバーイ。